こんにちは、はい、始まりました。ございます。今回ですね、またね、このね、京都のね、おばあちゃん家にね、やってきました。なんでね、またね、来たのかと言いますと、今回はね、ひいおばあちゃんのね、11回忌がね、1回で行われてたんでね、僕もね、参加しないとね、いけなかったんで、やってきました。皆さんはね、下でね、宴会とかね、してるんですけれども、今回ね、おばあちゃん家に、昔、こう、おじいちゃんの作業机みたいなとこがあったんですよ。そこで、ちょっと遊んでて、開けたら、10何万くらいね、万札でね、入ってたことがあったんですよ。なので、今回ね、そのね、万札を探そうかなっていう、なんていう、おばあちゃん家にある、へそくりを探そうのコーナーをね、やっていこうかなって思います。で、昔はこの2階がね、居住スペースだったんで、このね、どこかにね、多分あると思うんですよ。もうこういうところとかのね、どこかにあってもね、本当にね、おかしくないっていうね、感じなんですよ。まあ、とりあえずね、どこかにあるかなって思うんで、へそくりをね、探そうかなって思います。じゃあ早速今からね、このね、2階をね、くまなくね、探していきたいと思います。ねーがっ、じゃあ早速ね、探していきたいと思います。でもね、この辺とかはね、なさそうなんですよ。なぜかと言ったら、あんまりね、触ると、バチが、当たりそうなね、コーナーなんで、ちょっとこの辺はね、あんまり見ないかなっていう感じですね。ドラマとかだったら、掛け軸の裏にボタンがあって、壁が入れ替わるみたいな。こんなのはないよね、多分。あ、ないわ。考えすぎだ。多分ね、この辺はね、ないかなって思います。一応ね、ここ見ときますか。多分ないと思うけど。あー、もう普通に布団だな。なんかネズミとか出てきそう。ないよね。あ、ないわ。こっち行きましょう。まあもうこれがへそくりって言ってもね、いいんですけれども、これじゃないんすよ。ここは、ここも布団やな。うわー、でも結構怪しい。高級バリカン。ただのバリカンとかそういう、ハサミとか、髪切る道具ですね。ここ戻しときます。次、この引き出し。ない。めっちゃ怖いけど。これを引いて、入れたら、こっちのね、やつが開くんですよ。見ててくださいね。え、空気かな？空気でいってんのかな？この部屋はね、なさそうかなって思います。ここなんですよ、本当に。ここに、机があって、こう開けたら、10万くらいのね、封筒があったんですよ。じゃあ次、この奥とかね、この部屋とかね、進んでいきたいと思います。怖いな、マジで。なんか出そう。まずね、この机からね、見ていきましょう。ない。ない？これ。釣りのね、やつかなって思ったんですよ、部品。けどね、これね、多分、鉛筆削りですね。へそくりってもんはね、なさそうですね。ここもないっすね。懐かしい。リコーダーやん。オッケー。さすがに洗わないとね、やばいんで。もうええわ、ちょっと。ないやん、財宝。下ではみんな、お寿司を食べてる。なさそうやな。うわー、これやん。これあるぞ、金庫。でも俺にはパスワードが分からへんけどさ。いやー、これどうやろ。さすがにこん中にはね、入れないと思うんすよね。あの封筒をわざわざへそくりなんで。めっちゃ気になるけど、おばあちゃんとかにも言えないんで、これはちょっと一旦保留ですね。またちょっとね、動画の機会があったら、おばあちゃんにね、鍵もらって、開ける動画はね、撮りたいかなって思うんすけど、今回は保留っていう感じで、とりあえず何もないんで、移動したいと思います。夜もね、遅くなってきたんでね、どんどん先にね、進みたいと思います。ここもね、前さらっと紹介したんですけれども、昔のね、おじいちゃんおばあちゃんの住んでた拠点っていうか、リビング的な感じですね。こことかありそうやけどな。うわ、これも全部布団やな。あ、これも布団。ないぞー、へそくり。ないなー。ないないない。いや、マジで、へそくり今回見つからへんな、多分。この辺もね、見ていきたいと思います。ない。ない。ないぞ、マジで。ない。は？嘘。え？ちょ待って。13万。やべえ。当時のまんまっすね、多分。まあね、この13万はね、まあ元の位置にね、当たり前にね、戻すんですけれども、場所把握してるとね、なんかね、面白いんで、とりあえずね、13万ね、あっこにね、置いとこうかなって思います。戻しときます。ということで、無事にね、へそくりがね、見つけられたということで、下でね、お寿司をね、みんな食べてるんでね、早速ね、お寿司をね、食べに行きたいと思います。お寿司ー。お寿司全部食べられてた。